こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。インド洋の島モーリシャスを旅しています。モーリシャスの世界遺産アープラバシーガードル・モルヌの文化的景観を訪問します。アフリカ大陸マダガスカル・レ・ユニオン、モーリシャスの位置関係です。それではどうぞ。7月8日モーリシャスは雨です。朝8時なのでそのうち止むでしょう。連泊ですので焦る必要はありません。テラスがあります。でも海は見えません。なんといっても破格の宿です。雨足が激しくなってきました。11時半、やっと雨が止みました。安くて居心地のいい宿です。宿の前の道です。朝食がまだです。どこか食べれるところに行きましょう。近くにスーパーがありました。その一角に軽食屋さんがあります。スーパー併設の割に垢抜けています。海が見えます。モーリシャスに来て海らしい海をまだ見ていません。アップにします。ヌードルを頼みました。スープが少なめですが、まあいけます。買い物は帰りにまた寄ればいいかな。日曜なので心配していましたが、スタンドが空いていました。メーターはほとんど空の表示でしたが、26リッター入りました。昨日はいつなくなるかとヒヤヒヤでした。満タンではなく、バー3本での貸し出しでした。満タンにし、安心して再出発です。島の北方面に向かいます。モーリシャスはイギリスの影響で左側通過です。まるでマッターホルンのような山があります。この辺りはレ・ユニオン島のように深い渓谷があるわけでなく、尖った岩山が点々とそびえます。モーリシャスの首都ポート・ルイスに入ってきました。モーリシャスはこの島一つで独立国です。面積は東京都とほぼ同じで、人口126万人です。インド系の人が 70% です。この先左に曲がってすぐ右に曲がらないといけません。世界遺産アープラバシガートに来ました。残念ながら日曜は閉館です。アープラバシガードとはヒンディー語で移民海岸や移民発着所を意味します。英国政府は奴隷解放令が成立したことを受けて、1834年に契約移民労働という奴隷労働に代わる新しい概念の偉大な実験場としてモーリシャス島を選びました。1920年代までの間、インドからこの地に約45万人もの人が移送され、島内の砂糖農園や南部アフリカ、カリブ海などに送られました。外観だけでしたら撮影できます。移民局が建設した石造りの検疫所や倉庫が残っています。モーリシャスの移民の歴史について学べるスポットです。島の北にアープラバシガードのあるポートルイスがあります。南西に宿です。ポートルイスは都会です。モーリシャス一番の都市は島中央の高原にあるキュールピップですが、今回は行きません。
また島の北部にはリゾートオーシャンが広がり、モーリシャスを訪れる観光客のほとんどはそのパラダイスに滞在するようです。私は同じ道を南に戻ります。低い位置に虹が出ています。海岸に出ます。ブラバン半島にル・モルヌの岩山がそびえ立ちます。その手前に緑の平らなベニティエ島があります。ブラバン半島の端に来ました。ちょうどいい風が海盗ボードのメッカのようです。この辺り一帯が世界遺産ル・モルヌの文化的景観となっています。18世紀から19世紀初頭にかけ、東方奴隷貿易の中継地だったモーリシャスは、多くの逃亡奴隷が住み着いたことから、マルーン共和国と呼ばれていました。ここ、ル・モーンも奴隷が隠れ場所として利用していました。これ以上先は行かない方が良さそうな雰囲気です。ル・モーンは自由を求めた奴隷の戦いと犠牲の象徴となっています。スーパーですが閉まっています。日本のつもりでいました。宿の先に海岸に出る小道があります。ル・モーンがきれいに見えます。奴隷の隠れ家だったということを知るとまた違った印象です。宿の近くの雑貨屋さんに行きます。空いててよかったとはこのことでしょうか。ビールを買います。宿の部屋から虹が見えます。お隣さんはヤシの実を取っています。アップにします。黄色く熟れた感じのヤシの実です。ビールがあればいいというだけの食事になってしまいました。宿とポートルイス、ル・モーンの位置関係です。いかがでしたか。モーリシャスの海を堪能したかったですね。明日はモーリシャスの山岳地帯を観光し A380 でドバイに向かいます。ご視聴ありがとうございました。